ハイ8は、ソニーなど8ミリビデオを提唱していた各社により、開発、製品化された、家庭用ビデオの企画である。業務用一体型ハイ8機、ソニーイナス3 0 0メタルテープの特性を、向上させることによって、8ミリビデオと同じカセットで、軌道信号のハイバンド化を図り、水平解像度約 400TB 本を実現させた。 製品化されたテープの最大長は180分。記録帯域幅については8ミリビデオ参照。もともとハイ8は正式な規格ではなく、8ミリビデオ規格のオプション規格として見切り発射的に登場した。ハイ8の登場以降、区別のために従来の記録方式は、スタンダード8ミリやビデオ8と呼ばれるようになった。登場した頃から徐々にスタンダード8ミリからハイ8、 へと置き換わっていき、90年代にはほぼハイ8企画へと推移している。これは SVHS への移行が進まず、スタンダード VHS が長きにわたって生産された VHS とは対照的である。これはテレビ録画では SVHS が進化を十分に発揮できず、またビデオソフトのタイトル数が揃わなかった一方で、カムコーダーとしてはハイ8企画は、 十分に進化を発揮できたからである。スタンダード8ミリから画素数を増やしてハイ8化した代償として、賠償画素化により、感度が低下して暗い室内での撮影が困難になった。CCD のコストダウンによる正面積化とレンズのコストダウンによる透過率が劣るプラスチック化、ズームのインナーフォーカス化などで、撮影条件によってはハイ8がビデオ8に劣ることがあった。 ビクターなどのライバル社が好感度になったために、ソニーが後手になって CCD を多少は大きなサイズに戻した製品が発売された。ハイ8にはテープの特性により、トフ型テープを前提とした MP ポジションと、上着テープを前提とした ME ポジションとがあり、デッキ及びカムコーダ本体に切り替えスイッチはなく、検出口で自動検出されていた。 ME ポジションの方が高画質とされるが、初期の仕様では硬いためにヘッドタッチが劣ったり、ドロップアウトの問題もあった。富士フィルムや TDK から白膜トフ技術で性能向上させ、ME ポジション用とした新型のトフ型テープが発売されていた。ビデオ8、ハイ8のどちらもテープや磁機ヘッドが VHS-C よりも小さいことからヘッドクロックによる、 画質低下の問題があり、クリーニングテープでは、除去できず、綿棒で、磁気ヘッドの磁性子とバインダーの、つまりを慎重に除去すれば、シリンダーを交換せずに治る場合があるが、カムコーダのシリンダーに取り付けてあるヘッドは 8mm、VHS ともども非常に小さく清掃は容易な、ものではなく簡単に折れてしまう華奢な部品であった。伸びるコンパクトカセットテープの伝統があったソニーは、 家製品が弱い傾向があるが、ハンディーカムの場合は、塗装が溶けたりネジ穴が割れたり、ビデオ8、ハイ8の場合は、テープとカセットハーフが、経年劣化で粘着して回転しなくなる場合があった。当初、ハイ8方式で記録したテープはスタンダード8ミリ専用の機器では、再生ができない。例外として、ポータブルデッキの、ビデオウォークマンの GV-300、百 GVSX50 はスタンダード8ミリでありながらハイ8再生機能を備えた。VHS でいう SQPB に相当し、画質はスタンダード8ミリ並みである。ただカタログ上ではその機能は掲載されなかった。またそれ以降の8ミリビデオ機器ではスタンダード8ミリのラインナップがほぼ消滅し、ほとんどハイ8へと移行していったため、簡易再生機能を搭載する機器は、 この3機種にとどまる。なお、VHS 専用機に S、VHS テープを6歳に使うとある程度の高画質、保存性を得ることが可能だがスタンダード 8mm 専用機にハイハチテープを録画に使っても色ムラが生じるなどやや逆効果となってしまうため、各メーカーのカムコーダーのカタログに載っている別売り品のテープのページにそうした注意書きがなされていた。製品群としては、 カムコーダーが主流だが、末置き型ビデオデッキも販売されていた。最初期に発売された EVS700 は、ソニーとして民生用では PCM 録音に対応するなど、意欲的で、東芝、日立製作所からも製品化されていた。テープのサイズが VHS よりも小さいことをアピールするテレビ CM も放送されたが、 テレビ番組録画用としての需要はそれほどまで高まらなかった。90年代頃からさらなる VHS 陣営の普及拡大に伴い、8mm ビデオを VHS で見たいというような VHS との連携が重要性とされたため、ダブルデッキの発売へと移り変わった。ブルーレイレコーダーでは、もはや当たり前と言えるに番組同時録画や一つの、テレビで二つの番組が見られるなど当時として、 極めて先進的なソニーらしさあふれる取り組みはダビング用にとどまらない多機能性が評価され普及が進んだ。ポータブルデッキ、ビデオウォークマンの製品は GVA700-100 のわずか2機種となり DV の登場により終了した。その後ダブルビデオは VHSDV という形で展開されていく。ハイ8方式の高画質技術として1998年に 軌道信号の周波数帯域を拡張する XR 規格が発表され、対応のカムコーダーが国内、海外で発売された。しかし、DV とデジタル8など、後継規格がほどなくして登場したため、CCDDRV95 系などわずかな機種に止まる。末置き型デッキ、ポータブルデッキの製品は存在しない。1999年には、 ハイ8のテープを共用する企画として、主に第三世界向けにデジタル8が登場する。デジタル8ではハイ8の倍速でテープを使用することによって DV 企画のデジタル動画を記録することができる。ハイ8方式で録画されたテープも再生可能。なお、テープはハイ8用のものを使い、トフテープでも上着テープでも使用できる。2000年代より、 DV 企画への移行に伴い、カムコーダー、末置きデッキの生産は終了した。それ以降も過去の録画テープの再生用として、デジタル8企画のビデオウォークマンの生産のみが続いていたが、これも2011年9月をもって終了した。通信用語の基礎知識、デジタル8ソニー、8mm ビデオカセットレコーダー出荷を9月に終了 AV、ウォッチ。ありがとうございます。